よいしょ。うぃーす。はい、どうも、ぬいさんぽでございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか？というわけで、今回は実写でやらせていただくわけなんですけれども、今日はね、ラケットのインプレの動画でございます。はい。紹介するラケットはこちら。ででん。トワルソンから7月に発売されますラブ40というラケットです。いや、ちゃう40ラブです。めちゃくちゃ負けとるかな。このラケットね、かなり名機なんですよね。昔からあるラケットです。ご存知の方正直少ないかもしらん。はい。けど、僕もね、使ってました。2本分っていうか、その2世代分使ってましたね。はい。すごい使いやすいラケットで、正直、このラケットインプレできるの楽しみでした。はい。カラーリングはね、この紺と黒のツートーンということで、まあ、無難な色ですよ。使いやすいですよ。はい。で、次にこのフレーム厚 22mm です。細い方かな。今僕が使ってるヨネックスの V コア Pro 97は20か21やったから、それよりもちょっと太い。で、ちょっと注目してもらいたいのがこちら。こっちのフレームの厚みね、結構厚いなと思いました。はい。ここがどう変わってくるのかわかんないですけど、厚みを感じましたね。ストリングパターン的には16-20ということで、ハードスペックのコントロール系のラケットの割には縦糸が少なくてね、スピンがかかりやすいラケットなんじゃないかなと思います。はい。はい。カタログもね、いただきましたんで、ちょっと見ていきましょう。もう1ページ目に40ラブがデカデカと載っております。復活ということでね、もう名機復活です。ね、ガット張り機。もう一生買うことないですけど、ガット張り機もあります。そして最後、ここね、見てください。トワルソン契約プレイヤー、アドバイザリースタッフ、いろいろありますけど、この中で、ドドン！アドバイザリー YouTuber！ あれ？あ、俺の名前はなんで？どこ行った？表紙かな？なんではい、それでは早速インプレッションやっていきたいと思うんですけれども、言い忘れてたのが面の大きさ98インチで重さが 305g ですね。はい、結構ねハードスペックの割には第一印象として飛ぶ感じがしました。僕の40ラブのイメージってすごく硬いなーっていうイメージがあったんですけど、実際使ってみて全然そんなことないですね。前に使ってた2機種に比べてだいぶ万人受けするようなスペックに変わってるんじゃないかなと思います。もちろんね、選んでるストリングもポリグランデプロフォーカス125って言って結構柔らかめの、トワルソンのストリングです。なのでかなりね打球感が柔らかくなるのは間違いないんですけど、それでも思ってたよりはかなり柔らかい感じがしました。正直ね個人的にはちょっと寂しい感じもしましたけど、でもね使いやすいラケットになってることは間違いないかな。系統的にはですね、いわゆるボックスフレーム、柔らかくて飛ばないフレームなんですけど、なんかねピュアドラとかにどちらかというと似てるんかなっていう打球感はしましたね。もちろんねピュアドラとかと比べたら全然飛ばないですよ。飛ばないですけど、打球感が非常に似てる印象がある。はい、そしてねボールの軌道的にはあんまり上がらないですね。なので僕の好みではあるんですけど、なんかねやっぱ気持ちよく振りすぎると暴発が怖いかなっていう一面もありますね。はい、あとはねやっぱね、16-20っていうストリングパターンのおかげでスピンは結構かかりやすいですね。おそらくねどうなんやろうな、なんかカタログとか見ててもやっぱメーカーさん的には飛ばない系ラケットにパワープラスっていったような立ち位置で出したんかもしれないですけど、僕の中では正直ピュアドラとかの方が限りなく近いんじゃないかなというふうに思いました。なので反発系のラケット使ってて軌道上がるのがちょっと嫌やなって思う人は試してみてもいいラケットかなと思います。僕的にもストロークは結構フィットする感じがありましたね。はい、続いてボレーなんですけれども、ボレーはねめちゃめちゃ球足伸びますね。ちょっとアウトが怖いかな。僕がこれでダブルスをやるってなったらボレーミス増えるんちゃうかなっていう気はします。なんかねホールド感がすげえ強いんですよ。グイってなんかガッとぐにゃってなって出ていくっていうイメージが強くて、すごくためのあるボレーをする人やったらいいかもしれないんですけど、僕って結構パン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 弾いてやるタイプなので、ボレーのフィーリング的には合わなかったです。まあ僕が使うとしたらもうこれシングルスですね、完全に。まあ、ほんでね、男の人はもちろんなんですけど、まあ、硬いラケット好きの女の人も合わんことないんかなと思います。まあ、いつも使ってるラケットが V コアプロ97なので、結構飛ばない、打球感も硬いめのラケット使ってるんでね、その辺感覚バグってるからそういう風に思うんかもしれないですけど、まあまあ女性のね硬いラケット好きの人も意外にこれやったら使えるんかなと。で、そういう方に関しては多分このボレーのホールド感も全然容認できるかもしれませんね。そこはねもう人の好みですからね、何とも言えませんけどね。はい、はい、それではね最後サーブ見ていただきたいと思います。まずはセカンドサーブご覧ください。かなり引っかかりが強いので回転はかかりますね、しっかり。なので、まあ、サーブに関してはすっぽ抜けもあまり僕的にはないので安心して打てる感じがします。まあね、このサーブの感じとか見ていただいたら結構ね手元で曲がってくれてるんじゃないかなと、そんな気がするんですがいかがでしょうか。まあ僕の中でセカンドサーブで大事にしてることって、いかに手元で曲がってくれるか。最初からグイーンって曲がっていくようなブーメランみたいな感じじゃなくて、手元でクイッと曲がってくれるようなサーブが打てると、いいかなと思ってるんですけど、まあまあその理想に近いセカンドサーブが打ててるんじゃないかなっていう感じはしますね。はい、結構詰まってるでしょ。さあ最後はねファーストサーブ見ていただくんですけど、いいですね。はい、めちゃめちゃねこのねネットのどこを通すかっていう上下のコントロールがしやすいです。はい、さすがボックス系ラケットではあるかなっていう感じがします。まあボレーはねホールド感が強くてちょっと自分には合えへんかなと思いましたし、あとストロークも、似たような打球感のラケットって他にも結構あると思うんですよ。今すぐ上げろって言われても何のラケットか浮かんでこないんですけど、ねサーブはねあんまりない打球感というか、まあフィーリングかなと思いましたね。僕のファーストサーブ結構ねドフラット目に当たるんですけど、それでもコントロールできる。ラケットによってね僕のファーストサーブの確率ってだいぶ変わるんですよね。はい、ましてやこういうパワーが出る感じ、今のラケットよりもパワーが出る感じのラケット使うと、より確率が落ちる傾向にあるんですが、このラケットはそんなことなかった。なんかね曲がるとか、まあ、回転かけられるとかよりもどちらかというと、軌道をしっかりコントロールできる感じがしました。はい、っていうかね、まあ、今僕が V コアプロ97使ってるのもサーブの軌道がしっかりとコントロールしやすいっていうのが大きな要因の一つですね。サーブにスピードが出るかって言われたらそんな出るタイプのラケットではないんですよ。まあストロークにおいても軌道をコントロールしやすいっていう面だけ見ると結構似てるラケットなんかなと。ただまあこっちの40ラブの方がすごくパワーは出やすいですね。はい、とまあねそんな感じでした。ちょっとまとめてみると、柔らかくて飛ばない系のラケットには属するんですけど、限りなくピアドラとか、まあ、反発系のラケットに近いのかなという印象を受けました。全体的にねホールド感が強いような感じがするラケットですね。でまあ一番売りとするならば僕が、ファーストサーブです。はい、まあ、ここかなと思います。逆にねもうちょっと固めのストリング使ったらどうなるんかなっていうのもありましたね。はい、というわけでね、このラケット7月から店頭に並ぶみたいなのでシダもねできるかと思います。多分僕がこの動画を出した頃にはすでにもう並んでるんかな、並ぶ前か並んでるか、もうそれぐらいの時期だと思いますんで、ぜひね一度見つけたら試してみてください。というわけで今日はこんなところで終わらせていただきたいと思います。おつさんぽバイバイ。